英ファンのコグと申します。今回のヤクルトとの3連戦を振り返っていきたいと思います。25日です。5対3で勝ちました。ゼルマンさんが3勝目になります。ダー記事ですね。相手の先発投手はサイスニート選手でした。23日との変更は星にヒカルさん、サードに柴田さん、ショートに京田さん、ライトに神田さんとなりました。得点は牧さんのタイムリー、佐野さんの押し出し、ヒカルさんの2点タイムリー、杉根くんのランニングホームランの 5得点でしたね。チームとしては7安打を記録しています。相手のサイス、ニードさん、苦手な中、しっかり攻めて勝てたのはめちゃくちゃ良かったかなというふうに思います。ポイントはガゼルマンさんのフォアボールのところですかね。なんか普通に3番とか出るくらいの雰囲気と威圧感と、すごかったです。コーダの活躍、最高でした。宮崎さんが休業らしいですが、少し気になる点かなというふうに思います。校長だっただけに、真っまでは行っていないので、大きな何かではないと思いますが、早く帰ってきてほしいなというふうに思います。そんな校長の宮崎さんがいない中でも勝て,てるのは非常 非常にに大きいですね。もいいしはヒカルさんで、もしはヒカルさんでしたが、しばらく打てていなかったので、心配な部分はありましたが、見事なタイムリーでした。もし、国軍が上がってきて、保守が異例の4人体制なので、今後どうなるか気になるところです。広島の3連戦で打線が冷えていたので、心配していましたが、5得点取れたのは分かったなと、ほっとしました。 投手陣です。先発はガゼルマンさんでしたね。3勝目になります。2日の2軍の試合で結構心配な結果だったので、どうなることかと思っていましたが。 粘り強く素晴らしい投球でした。パワ,ワーさんと TA がもう時上がってくるということで、外国人枠のハイレベルな争いが繰り広げられてるっていうところもいいなというふうに思います。他の方でも投げる試合のたびにいい働きをしてくれているので、ウィーランドさん思い出しました。その後は4人の投手で繋ぎました。スコバーさんが心配ですが、少しずつ復調してきてくれると思います。TA 君も嫌な流れの中で0点で帰ってくれたのは、すごい良かったかなと思いました。江崎さんで7セーブ目となりました。26日です。 5対2で勝ちました。西者さんが勝ち星はつきませんでしたが、いい投球で勝ちに導いてくれました。打撃陣です。相手の先発は高梨投手でしたね。25日との変更は星に戸柱さん、ファーストに外さん、サードに林君。レフトに佐野さん、ライトに杉木にくんでした。点は佐野さんの内野五郎、戸柱さんのスリーラン、7の犠牲フライの5得点でしたね。チームとしては9アンでした。宮崎さんがまたお休みでしたね。大丈夫なんですかね 連立、保守の活躍が目立っているかなというふうに思います。すごくいい形で競争ができているなと見ていて思いました。この試合はヒットは相手チームより一本少なかったですが、内野ゴロや犠牲フライなど、バリエーション豊富に昨日今日と点を取れているのが打ち切れている証拠かなというふうに思います。投手陣です。先発は3勝目を狙う石谷さんでしたね。普通に良かったです。 ただ少し球数を要してしまったので、6回で交番になってしまいました。勝ち星をつけてあげたかったですが、今回はしょうがないかなというふうに思います。今のピッチングを見ていると、初めての投けた勝利期待せずにはいられません。その後は3人の投手で繋いでいます。今さんの投球すごい良かったです。本気1勝目。ありがとうございます。21日です。7対6の7勝ちとなりました。これでヤクルト戦3立てになりましたね。大記陣です。 相手はピーターズ投手になりますね。26日との変更は星にヒカルさん、ファーストにサノさん、ショートにヤマトさん、サードに京田さん、ライトに大田さんで、宮崎さんはまた休養日という形になりました。ただ途中で代々出場していいところでタイムリーを打ってくれました。まあ、監督も休養っていうところは言っているんですけど、 なんか足がちょっと悪いのかなというような個人的な観測ですが思いました。そんな絶好調の宮崎さんを書いている中で、今年は14アンダーを記録しました。得点は宮崎さん、太田さん、柴田さんのタイムリー、牧さんのスリーラン、関根くんのサヨナラダの7得点でした。いや、さっき終わったんですけど、この試合は全員良かったっす。柴田さんの活躍、牧さんの一時勝ち越しとなるスリーラン、桑の4アンダー、関根くんのサヨナラダと、女子自身今まで比較的助けられていることが多かった中で、今日は大気陣が救ってくれたなというふうに思います。正直、 0-4になった時点で厳しいかなと思っていたので、本当に失礼しました。皆さん最高です。投手陣ですね。先発は平さんでした。中10日を守っての領手になりましたが、今日はまあまり良くなかったですかね。自慢のコントロールも良くなく5回4失点3フォアボールでした。今まで頑 来てくれているのでまあこんな日もありますかね控えて次回頑張ってほしいですその後ウェンデルケンさんエリエ君が自失点ずつとなってしまいましたウェンデルケンさんは請求にちょっと苦しみましたかね今まで良かったので今日だけだと思いたいですただ2人とも同点で止めてくれたのが今日の勝ちに繋がったかなという風に思いますあとのリリーフ陣はなんとか粘って投げてくれました島さんが連日の勝利投手になり2勝目になりましたねこの3連戦のポジトネガはこんな感じになってますこの3連戦に関しては投手陣打技陣両方ともいい形で来てこれ たんじゃないかなというふうに思いました。唯一心配なのは宮崎さんですかね。ただ宮崎さんがお休みの中でも破壊力満点の打線だったので、まあ、ゆっくりリフレッシュしてもらってまた活躍してほしいなというふうに思います。この3連戦の個人的な MVP は関根君になります。あと今まで関根君の成績ですね。5戦にはランニングホームラン、2戦目には複数安打、3戦目にはさよならだと勝負強さと。 チームへの貢献度が素晴らしかったです。本当に素晴らしかった。10年目になりましたが、ようやく花開いてきたかなというふうに思います。本当に嬉しいです。ヤクルトを3立てすることができました。このまま首位回路を突っ走ってほしいなというふうに思います。今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。